コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう出てますね、バカウケ。はい、こちら第3弾か、はい、出ましたね。はい、はい、こちらパッケージが2種類、はい、で例のごとくね、後ろにこういう風にシールが取り付けられていると。はい、そういうことなんで、早速ねこちらだけは外して上をカットした状態でねめくっていきたいと思います。こちらね段ボール箱に、20個入ってます。はい、で全20周なんですよね。全20周なので、果たしてねこのワンボックス、一箱でストレートに揃うのかっていうところがね、ちょっと検証してみたいところであります。はい、では早速ね開封していきたいと思います。はい、いや一応ねこうやってね、シールの袋だけを取り出そうとしたんですが、まあこの2つね、意外なほどっていうかね、このパターンはねめっちゃ粘着力が強いんだわ。はい、なのでねこうやってめくろうとするとね、あのシール自体を折り曲げちゃいそうな感じなんで、もうこのまんま切ってね普通に開封していきます。はい、まあ視聴者の方にはね普通にボンボン開けている動画にはなると思います。ただ自分がねこうやって一回一回ハサミ入れちゃって開封していくってだけなんでね。はい、ではそういう感じで開封していきたいと思います。では最初にねこちらのもう剥がしてしまった2枚、剥がしてしまったっていうかね剥がした2枚、こちらを先に開封していきたいと思います。これハサミ入れる時も注意だね、普通にシールごと切っちゃいそう、ちゃんとこうやって押し込んでからこう切った方がいいね。はい、では1枚目、せーの。お、これは釘崎のアニメのワンシーン。はい、あ、今回こういう感じなんだね。はい、で毎回のごとくこちらマット仕様ということでね、つや消しのシール、つやがないシールですね。これがねかっこいいんだよねこのシールね。はい、1枚目は釘先。はい、では2枚目いきます。せーの。お、犬巻トゲ。はい、犬巻トゲいいですね。はい、はい、ここからはね普通にもうくっついた状態で開封していきます。はい、では3枚目、せーの。嘘だろ、早い早い、ちょっと待ってくれ、早いぞこれは。ダブルの早すぎるだろ。はい、コンプならず。マジかよ、むずいねほんとこういうのはね。はい、もうコンプがなくなった第4枚目、第4枚目ってなんやね。はい、4枚目いきます。せーの。いやいやいや、ちょっと待ってよ、別にねそんなに受けを狙いたいわけじゃないの、ガチなのよこっちは。これはちょっとひどいぞこれ、やっべえなこれ。すごい、20種類のうち何種類揃うかってなってきたねこれね、半分いくのかな。はい、5枚目いきます。せーの。あー、やっと違うのが来たよ。全員巻き、はい、全員巻き、はい、では6枚目、せーの。
もうびっくりだよ、もう緑色が見えたからびっくりしたわ。ぶんね、伏黒ですね。いいね。はい、では7枚目いきます。せーの、おー、はいはいはい、イタドリですね。イタドリ、はい、では8枚目いきます。せーの、お疲れ様さ。来た来た来た、五条先生来た。おー、かっこいいぜ五条先生。いいね。はい、では9枚目いきます。せーの、お、来た、みわちゃん、俺の大好きなみわちゃん。なんでみわちゃん毎回面白いシーンが入るんだろうね。いや、いいね、みわちゃん。簡易領域、はい、10枚目いきます。せーの、あ、はいはい、東堂ね、はい、東堂葵、はい、11枚目いきます。せーの、あ、はい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 、カモさん、では12枚目。せーの、あ、ちょっと一瞬誰かわからなかった。長祖ですね、兄弟、はい、兄弟、三兄弟、はい、13枚目。せーの、西宮桃、はい、はい、14枚目。せーの、あー、嘘だろう、3つ目のもうダブリですね。はい、やばいな、これ結構ダブるね。15枚目。せーの、全員マイですね、はい、はい、16枚目。せーの、あ、これ一瞬イタドリかと思ったけれど、これは、あ、釘崎との国戦ですね。二人の国戦、これもシールになってるんだ。はい、17枚目。せーの、もう、ちょっと持っている、全員巻き、はい、18枚目。せーの、あ、パンダ出た、パンダ、もうちっちゃいパンダかわいいけどな。はい、19枚目。せーの、うわぁ、ちょっと待ってくれよ、またかぶった。はい、ついにラスト20個目。頼む、かぶらないでほしいな、最後ぐらい。はい、ラスト1。せーの、勘弁してくれよ、今出たばっかやないかい、もうやや、これ。はい、一応ね、確認させていただきました。はい、こちらがダブってないやつですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
10、11、12、13、14種類。普通はちょっと待って、一箱開けて6枚かぶり、14種類しか揃わなかった。いやこれは厳しい、これは厳しいね。いやまあ普通にね、あのコンプを買った方が安いんですけれども、いやバカウケも食いたいんですよ私の場合は。はい、なのでね、もうこういう風に普通に買うしかないんですよ。バカウケも食いたい、シールも欲しいと言ったら普通にボックス買いするしかないと。はい、で揃わなかった場合はその揃わないやつを購入しようと、はい、まあ、そういう感じでね、まあ、自分も購入したんですけれども、まさかこんなに揃わないと思わなかったね。ダブっても 2、3枚ぐらいかなと思ったらやっぱその倍ぐらいでしたね。もう6枚ダブったよ。はい、まあ皆さんもねこちらね、まあ、集めてる人少ないかもしれないね、このシリーズはね。うん、でも続いてんだよな、第3弾だもんね。うん、まあ、皆さんもね、バカウケが好きでしたらね、まあ、おまけ付きのシールとして集めるのもいいかと思います。はい、まあ、ただ、バカウケは捨てちゃダメですよ。ちゃんと食いましょう。はい、ということでね、まあ、今回は、ちょっと残念。結果ですね、自分としてはね、もうちょっと揃ってほしかった。はい、ただね、五条先生が出ただけ全然いいです。はい、これだけは欲しかった。はい、ということでぜひね、チャンネル登録していない方はね、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。